はい。こちら、勝利。NHK をぶっ壊す。ということで。えー、令和2年2020年。えー、今の時間は。あ、その前に。今は1月の18日土曜日です。時間二23時26分であります。NHK から首を守る党のわしまそのぶでございます。ということで。えー、実はね、えー、先ほど。 とある人からお電話をいただきました。っていうのはね、あの先日、はい今日かな今日か。今日、まあ実賞、上田良一さんのところに、謎の男とあえてね、言わせていただきます。090から始まって、8448だったかな下4桁がね。えー、まあ、 その謎の男とのね、その上田良一さんとの会話の音声を今日あげたんですけども、その謎の男から、えー、私のところにお電話いただきました。まあ結えー、っとね、その謎の男に私が電話したのが16日。だから、えー、っと、2日前ですね。木曜日に電話したんですけど、まあなぜか今日電話かかってきたと。 まあ一回今9時半頃だったんですけども、その2時間後ぐらいですか。つい先ほど、まあ今はね23時28分ですけども、つい先ほどまたお電話くれました。まあどんなえ内容電話か、まあ大した内容ではないんですけどもね、ぜひお聞きいただければというふうに思います。どうぞ。 もしもし。もし,もしあすみませんあの、電話いただいてたみたいなんですけど、はい。先日。はい。どちら様ですかね。えっと、稲葉修作さんですかね。あ違います。違いますか。はい。谷脇誠さんですかね。違います。あじゃあ違いますね。わかりました。じゃあいいです。 あ、その、稲葉って人とかっていうのは何なんですか何ですかどちらさんですかね。え、どちらさんですかね、今お電話いただいてる方って。それ聞いてどうすんですかいや、いきなり電話かかってきてたんで。電話っていきなりかけるもんでしょういや、あの、知らない番号から電話かってきたんで、要件が何かあるのかなと思って、こっちは折り返しさせていただいてるだけで。これだから、<laughs> はい。言ってますよね。えだから言ってますよね。 はい、渋、え、沢、ーね、さんなのか、かね、谷脇誠さんなのか、はい、確認したくてお電話させてもらったわけですよ。あそれが、<で>あの、要件ってことですかね。それ以外、何かありますいや、ないですけど。うん、だから、終わりですよいや、違います。うん、終わりですね。あわかりました。はいというね、まあまあまあ。 まあ、つまらないっちゃつまらない。まあまあまあ。まあ、この短い会話のライトの中でも、まあ多少なりとも、えー、駆け引きが行われてる内容にはなるんですけども、まあ皆さんね、どのように、えー、感じられましたでしょうか。まずずいぶんね、上田良一さんに対する対応と私に対する対応が違うので、まあその辺も、 ね、まあ、興味をそそるところではあるんですが、まあ、これね、当然、YouTube にアップロードします。っていうか、まあ、させていただきました。はい。まあ、またね、この、8448から電話が来るのかどうか。まあ、楽しみですね。はい。まあ、そういうことで、とりあえずね、こういうことがあったという、ええー、まあ、 お伝えをさせていただきました。以上です。歌唱処理 NHK をズックワーす